私のパワースポットは鶴巻家です。どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りいたしますバンドリ。皆さんは難易度詐欺っていう言葉をご存知ですか？知ってる方も知らない方もいらっしゃると思うので、知らない方のためにですね、ちょっと説明をさせていただきます。皆さんはガルパをプレイしている時にこう思ったことはないですか？なんかこの曲ってさ、結構難しいよね。26よね、でもね。そうなんです。難易度詐欺っていうのは表記されている難易度以上に難しく感じる曲のことを言います。逆に優しく感じる曲も同様に難易度詐欺と呼びます。今回は、みんなが選ぶ難易度詐欺10選でございます。それではご覧ください。どうぞ。10位に選ばれたのは、多くのバンドリマーが涙したあの曲だ。ティアドロップス。やはり3連スライドが原因か。この後来る後半もなかなか油断できないぞ。やはり多くのバンドリマーたちがこの曲は26でいいんじゃないかというお声がございました。10位に選ばれたのは、最高にかっこいいあの曲だ。パッショネットアンセム。この曲がなかなかクリアできずプレイし続け、変な癖がついたバンドリマも多いのではないでしょうか。やはり27の譜面では難しい方なのか、多くのバンドリマたちがこの曲を選んでおりました。8位の曲はこの曲じゃなきゃダメみたいだ。君じゃなきゃダメみたい。前半に来るスライドフリック、さらには後半にも同じような譜面が来、とどめを刺すかのようにトリルが来ると、あの譜面によって多くの方がフルコンを逃してるんじゃないでしょうか。25の曲の中では結構難しい曲でしょうね、この曲は。悪いことをするなら詐欺と回答、どっちがいいよ。豪華豪快ファントムシーフ。この曲が早々にランクいたしました。私はもうちょっと上かなと思ってたんですけれども、はい、これも、スライドフリック、そして最後に来るあのドゥビドゥバ、非常に難しい曲です。まだ私もフルコンはしておりません。多くのバンドリマたちがこの曲は28でいいだろうという声がありました。俺も思う。6位に選ばれたのは、一部のバンドリマーたちが死ぬほどやっているあの曲だ。天下統一 A to Z。 やはり前半もそうですし、この曲の譜面非常に癖があります。一部のバンドリマーを除けば、やはりこの曲難しい曲に入るんじゃないでしょうか。5位に選ばれたのは、ちょっとマニアックなカバー曲だ。ゴーゴーマニアック。ハローハッピーワールドのカバー曲でございました。この曲もやはりちょっと音程を取らなければ、ミスが連続してしまうような曲です。私も初見の時はバッチリしみました。4位に選ばれたのは、12月に発売されたばかりの新曲だぞ。ブレイブジュエル。26の中でも一番難しいと言われているようなこの曲でございますけれども、やはりフリックの位置、非常にいやらしいです。私がこの曲が終わった後に言った言葉はこちら。この曲26じゃねえ。いよいよベスト3の発表だぞ。どんな曲が来るか楽しみだろう。第3位に選ばれたのは、ハッピーシンセサイザー。スライドはなくフリックも少なめな曲でございますが、何よりそれを上回るノーツの密度。
私も26の曲の中ではフルコンするのに一苦労した曲の一つです。難しかったなぁ。2はまだ出てないあのバンドからよろしく頼むぞ。2はアフターグローでヨロ。そう、ヨロといえばあの3種類のトリルでございますね。それによって多くのバンドリバーたちフルコンを逃してるんじゃないでしょうか。当時僕もね、26の曲の中で一番最後にフルコンしたのがこのヨロという曲でした。ヨロだけのね、攻略動画も出ているぐらい、難しい曲です。多くのバンドリマナたちが難易度下げだと思った曲1位はこの曲だ。パステルパレットで絶対宣言リサイタル。2位と圧倒的な得票差で1位に輝きましたこの曲。やはり前半サビに入る前に譜面ですね。あそこで多くの方が涙を飲んだんじゃないでしょうか。私もその一人です。運営さん、この曲28でいいと思います。いかがだったでしょうか。今回選ばれた曲は難易度以上に難しいと感じる曲たちが選ばれましたが、本当はゴッドノーズとかエキストラマジックアワーとか難易度以下に感じる曲たちもある程度票は入っていたんですけれども、まあ、票数的にはこの10曲の方が上でございました。でも、見て納得いく内容だったと私は思っております。よろしければこの動画のコメント欄に自分が思っている難易度詐欺曲、難易度詐欺なんてねえんだよこの、というイキリバンドリマーたちも感想を書いていただければと思います。それじゃあ皆さん、またね、バイバイ。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。いつかチャンネル登録もお待ちしております。よろしければ他の動画も見てみてね。